今どこにいるの？もうレストランの予約時間とっくに過ぎてるわよ。ああ、俺は行けないから一人で楽しんでくれ。え？行きがないってどういうこと？今日はせっかくの結婚記念日なのに。そうだな、5回目の結婚記念日だな。でも今日からは離婚記念日でもあるぞ。ユナ、お前とは教会で離婚する。はあ？いきなり何を言い出すのよ。離婚ってそんな、どうしてそんなこと言うの？理由なら分かってるだろ。お前がいつまで経っても子供ができない結婚品だからだよ。え？結婚してもう5年も経つのに未だに子供ができないなんて異常だ。だから俺はお前と離婚する。これ以上孫の顔を親に見せないわけにもいかないんだよ。ちょっと待ってよ、そんな理由で離婚だなんて。大事な理由だろ。それに父さんも母さんもお前みたいな嫁は必要ないって言ってる。俺の両親も俺たちの離婚を望んでるんだよ。なんですって？とっとと離婚して若い嫁をもらえって毎日言われてるんだ。親にそこまで言われる俺の身にもなってくれ。じゃあ少しはタイガも妊活に協力してよ。私だって子供は欲しい。だから産婦人科で原因を調べようって言ってるんじゃない。なのに私を行かせてくれないし、あなたも行ってくれないし。そんなところに男は行けるか。それに嫁が妊娠もしてないのに産婦人科に通うなんて、そんなのが近所にバレたら俺はいい笑い者だ。結婚日の嫁をもらったバカな旦那だったな。そんなことで誰も笑わないわよ。とにかくお前とは離婚だ。そして俺はとっとと若い女に乗り換えるぜ。若い女ならババアなお前と違ってすぐ妊娠してくれるからな。ユナ、ごめん。今度の結婚のことでめちゃくちゃ申し訳ないことがあるんだけど。え、申し訳ないってどうしたの？もしかして私の席用意できなくなったとか？大事な友達の席ならちゃんと用意してあるわよ。むしろ用意したくもない人の席を用意することになったの。え？実はその今度の私の結婚式にね、なんとユナの元旦那も参加することになりそうなの。え、タイガは？もしかして新郎の友人だったの？それよりももっと複雑な面倒な関係ね。実は新郎の会社の上司がタイガさんのお母さんだったのよ。だから上司としてお母さんが来るのはまだわかるんだけど、なぜか息子も呼びたいって言い出して困っているの。は？なんで息子を部下の結婚式に呼ぶ必要があるのよ。リオも新郎さんもタイガとは友達でもなんでもないのに。どうやら私たちの結婚式で再婚相手を探したいみたいなの。え？再婚相手よ？タイガさんまだ再婚できてないんだって。それでお母さんが再婚相手を積極的に探してるみたいだね。職場でも若手の女子社員に無理やりお見合いさせてるんだって。上司という立場を使ってやりたい放題らしいのよ。嘘でしょ？それで結婚相手が見つからないから次は部下の結婚式ってこと？勝手に人の結婚式を婚活パーティーに使うなんて、それってあまりに失礼じゃない？本当だよね。でも彼も上司だからうまく断れないみたいで。そういうわけでタイガさんが式に参加することになっちゃったの。そんな、できるだけ席は離すつもりだけど、元旦那になんて会いたくないよね。今ならまだ間に合うけど。結婚式は欠席する？大事な友達の結婚式にはもちろん参加するよ。心配してくれてありがとね。本当に？大丈夫？無理してない？本当に大丈夫だから安心して。離婚したのも3年も前のことだし、向こうも私のことなんて何も気にしてないはずだから。まさかお前とはこんな場所で再会するとはな。世間との案外狭いもんだな。本当よね。あなたとはもう二度と会わないつもりでいたのに、こんなことになるとは夢にも思わなかったわ。俺もお前が醜いデブになっているとは夢にも思わなかったよ。3年で人って変わるもんなんだな。はあ？俺と結婚していた時は体型に気をつけてくれていたのに、捨てられた途端にデブになるなんて女として終わっているな。デブのバツイチ女なんて誰ももらってくれないぞ。余計なお世話です。それよりも人の再婚を心配している場合かしら。聞いたけどタイガも結婚していないらしいじゃない。なんだったら誰も結婚してくれなくて。結構必死なようだけど。ああ、この俺が必死だと。お母さんの力を借りて片っ端からお見合いしてるんだってね。そしてついにはお母さんの部下の結婚式目に乗り込んで。これで必死じゃなかったら何だっていうのよ。うるさい。
俺は今度こそ子供の産める女と結婚するんだ。そのために厳選に厳選を重ねているところなんだよ。とっとと若い女に乗り越えるぜとか言ってたくせに、まさか3年も理想の女性との出会いに苦戦してるなんて。厳選作業ってのはものすごく大変らしいわね。今の態度はなんだ。デブのくせに俺をバカにしやがったな。お前なんてデブでバツして子供できない欠陥品のくせに、そんなお前が俺をバカにするとはなんて生意気なんだ。はあ、お前みたいなデブは出会いのチャンスすらないくせに、俺はまた無駄な結婚生活を過ごすわけにはいかないんだよ。親に孫の顔を見せてあげたくて必死なんだ。それを何が悪いって言うんだよ。別に悪いなんて一言も言ってないわよ。ただ大変そうだなぁと同情しているだけ。いくら結婚のためとはいえ、母親の部下の結婚式まで出るなんて、私には考えられないことだからね。人と違うことをしてこそ見つかる出会いもあるんだよ。おかげでようやく俺は理想の女性と出会えたんだ。ダメ元へ参加したけど、今日は最高の収穫だぜ。え？いいとこ見つかったの？おい、ついさっき23歳の若い子と連絡先を交換したぜ。相手からの反応も悪くなかったし、きっとすぐに俺に惚れるだろうな。そしたらあとは俺の大人の魅力で夢中にさせるだけ。デブの元嫁には悪いが、一足先に再婚しちゃうぜ。23歳って一回りも年下の女の子じゃない。これだけ若ければきっとすぐに子供できるだろう。もちろん目代も可愛いし、俺の嫁にふさわしい逸材だ。40目前のおっさんが俺にふさわしい逸材って、これでついに俺は再婚して念願の子供を手に入れるぞ。いや悪いな、俺だけ先に幸せな家庭をゲットしちゃって。でもこれも当然の結果か。この3年間女を捨てたお前と違って俺は努力したんだから。はあ、自分で鏡の見てみろよ。だらしない腹なんかして見にくいデブになったら、23歳の子で再婚できる俺たちがって、お前は一生独身確定だぞ。このお腹は赤ちゃんよ。え、黙っていればデブだの醜いだの言いたい放題なんだから。若い子と連絡先が交換できて浮かれる気持ちはわかるけど、そんなんじゃ結婚どころかデートにすらこぎつけられないわよ。女性にデブだとかいうデリカシーのなさに加えて、元嫁の名字が変わってることも妊娠すらも気づけないなんて、そんな男に若い女の子は飛びつくはずないじゃない。あ、待て、どういうことだ。名字も変わってね、妊娠。お前まさか俺よりも先に結婚していたのか。あなたと離婚した翌年には再婚しました。偶然いい出会いがあってね。そこからトントン拍子で結婚したの。そしてついに妊娠9ヶ月目。はあ、お前が俺よりも早く再婚だなんて。しかも嘘だろ、妊娠って。そのお腹には脂肪が詰まってるんじゃないのか。愛しい命が詰まっているわ。そんな嘘だろ、なんでお前が妊娠なんかできるんだよ。だってお前は5年間も妊娠しなかった欠陥品で、だから俺は離婚して3年間も再婚相手を探していたんだぞ。夫と結婚した後すぐに2人で産婦人科を受診したの。彼は2人の将来のためだから一緒に頑張ろうねって言ってくれて、検査は緊張したけどお医者さんには特に問題はないって言われたわ。え、強いて言うならストレスにだけは気をつけてって言われたくらいね。年齢の不安もあるだろうけど、まずは落ち着いて力まずに、そしてホルモンバランスに気をつけてってアドバイスをもらってね。その通りにしたらすんなりと子供ができました。そんな嘘だろ、俺とじゃ5年かかってもできなかったのに、病院に行くだけでそんなに簡単できるのかよ。子供は授かり物だし、運が良かっただけかもしれないけどね。でも5年だらだらと過ごすよりも1日病院行くだけでこんなに違うのね。そんな、なんだかごめんなさいね。私だけ先に幸せな家庭をゲットしちゃって。でもこれも当然の結果かしら。嫁に全ての責任を押し付けて離婚するような夫と離れられたんだもの。ストレスも何もないのびのびとした環境だと妊娠だってしやすいわよね。ああ、まさか俺が全部悪いって言うのか。俺のせいで妊娠しなかったとでも言うつもりか。そ
少なくとも妊活に協力的じゃなかったあんたに非はあるわ。ふざけるな。俺よりちょっと先に結婚して妊娠もしたからって調子に乗るなよ。俺だってそのうち結婚するんだからな。なんだったら23歳のめちゃくちゃ若い嫁ができるんだぞ。ずっとスルーしてたけど、よく勝手に嫁発言ができるわね。連絡先を交換しただけでまだ付き合ってすらいないのに。どうせすぐに付き合うことになるんだから別にいいだろ。若い女は年を越せると渋い男が好きだって言うからな。きっともう彼女は俺にメロメロだし、結婚もすでに確定だ。は？お前には彼女の熱い視線が見えないのか。さっきから俺の方を熱い眼差しで見つめてきて、早く俺と付き合いたい、俺の子供を産みたいって目で訴えてるぜ。買いすぎて睨んでいるの間違いでしょ。タイガー、あなたが連絡先を交換した女の子のことだけど、あなたのお母さんが勤める職場の社長令嬢らしいわよ。え？友達の新婦から聞いたんだけど、新郎の上司でもあるお母さんだけじゃなくて、なんと会社の社長にも来ていただいたみたいね。しかも新郎とそのご令嬢が顔見知りらしくて、それで社長と一緒にお祝いしに来たみたい。え、今日の新郎社長令嬢と顔見知りなの？大学の運動部で週末は OB 校長してるんですって。それで学生時代にお世話になったからってお祝いしに来てくれたらしいの。それなのにまさか見知らぬおっさんから連絡先を求められるとは。結婚式に来てこんなひどい目に遭うとは思わなかったでしょうね。 ひどい目ってなんだ。おっさんってなんだ。若い女は大人の男に弱いんだぞ。それに俺に連絡先を聞かれた時も彼女は嫌な顔なんてしてなかったし。空気を読んであげたってことにも気づかないのね。なんだと。彼女が喜んでいたかどうかはお母さんに聞いてみなさい。ついさっき社長さんから会場裏に呼び出されていたわよ。え？一体何の話をしてるのかしらね。当事者として早くあんたも言ってみなさい。どうしようかな。母さんが会場をクビになるかもしれないんだ。しかも俺のせいで。あらあら、あの後すぐにあんたたち親子は帰ったと思ったら会社をクビになるなんて随分急な話なのね。俺と連絡先を交換してくれたのに、今度お茶でもって誘った時も笑ってくれたのに、なのに本当は嫌だったって。なんだよそれ。しかも父親の社長にチクるとかありえないだろ。何言ってるのよ。正しい判断と対処法じゃない。でもまさかそれでお母さんがクビになるなんて。社長さんはよっぽど娘さんが大切なのね。それがクビの理由はそれだけじゃなくて、母さんが職場の女の子を俺に紹介していたことも全部バレたんだ。それで立場や職権を悪用するやつはクビだって。母さんは俺のために結婚相手を探そうとしてくれていただけなのに。なのにクビってあんまりだよ。妥当な解雇理由だわ。上司命令でおっさんとお見合いする側の気持ちにもなりなさいよ。え、俺を慰めてくれないのか。はぁ、俺はせっかくの出会いのチャンスもなくなったんだぞ。その上母さんは仕事まで失って、そんな俺をお前は慰めてもくれないのかよ。別れた旦那を慰める義理も人情もありません。それじゃあこれで失礼します。おい待てよ、そんなのってひどすぎるだろ。自分だけ結婚して妊娠してるからってそれでいいのか。別れた旦那にはもう用意も何もないっていうのかよ。何もないわね。ふざけるな。一度は結婚した仲なのにそんなことを言うなんて。誰のせいでこんなことになったと思ってる。こうなったら責任取って子供をよこせ。はぁ、もういっそお前と再婚してやるよ。子供ができる体なら問題ない。今すぐ俺と再婚して子供を作れ。ふざけたこと言ってるのはあんたの方じゃない。私にも旦那がいるし、お腹には彼との子供がいるのよ。旦那なんて捨てたらいいだけだろうが。お腹の子供も俺には関係ない。とっとと下ろして俺との子供を作るんだ。はぁ、もともとはお前が俺と離婚することに乗ったから悪いんだ。だから俺は再婚相手を探さねえになった。そしてそのせいで3年も時間を無駄にした。母さんも仕事をクビになった。お前にはその責任を取る必要があるんだよ。一番悪いのは妊活にも協力せず嫁をせたあんたでしょうが。責任転嫁もいい加減にしろよ、このクソ野郎が。あんたなんて一生独身でいろ。むしろ世の中のために独身でいろ。なんだと。
あんただって再婚できなくて当然よ。なんだったら子供なんて一生持たなくていい。あんたみたいなクソ男が父親だなんて、生まれてくる子供がかわいそうだわ。はあ、ほんまにそこまで言われる筋はないはずだぞ。元嫁だからこそ言ってあげてるのよ。気に入らないことがあれば全て嫁のせいにして、そして自分の子供を産ませるためにお腹の子供を下ろせだなんて、そんなクズ野郎には父親になる資格なんてないわ。あんたは一生独り身でいるのが世のためよ。じゃあ俺の夢はどうなる？両親に孫を見せたいって俺の夢はどうなるんだよ。赤ちゃん人形でも買ってあげれば、本当の孫みたいに可愛がってねって渡しなよ。なんだと？それじゃあ私はこれで失礼します。私はあなたのことなんて忘れて大好きな夫と子供と生きていくの。だからもう二度と私の前に現れないでね。その後に友人から聞いた話では、タイガのお母さんがクビになった後、そのポストには新郎さんが就任したそうです。そして職場内は厄介な上司がいなくなったと歓喜の嵐で、会社の人からのご祝儀はなぜか相場よりも高かったそうです。そしてその後のタイガたちはというと、お母さんは近所のパートに転職しては同僚やお客さんに息子とお見合いしねと声をかけているんだとか、そしてすぐにクビになりまた転職してを繰り返していると聞いています。そしてタイガはついこの間通算300回目のお見合い不成立が決まってしまい、だんだん現実が見えてきたのか、老後に備えて貯金を始めたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。